この度一軍監督に就任いたしました国防弘樹監督よりファンの皆様報道関係者の皆様へ就任のご挨拶を申し上げますよろしくお願いいたしますこの度福岡ソフトバンクホークス一軍監督に就任しました国防弘樹ですどうぞよろしくお願いしますこの後は着席で失礼しますまず 監督に就任にあたり、球団から求められたいことは、当然、勝つこと、まあ、3年間優勝を逃しているという現実に向き合い、パ・リーグ優勝、日本一、目指して戦う、これはもう当然のことであります。それに加え、王会長の言葉にもあったように、弱い 大英時代から強くなってきた歩みそれは自分自身の中でもとても貴重な経験として生きていますその王監督時代が王監督時代に築かれたイズムというものを継承しながら今一度チームに浸透させられるよう努めていきたいと思います それと、まあ、この2年間二軍監督として下から上を見る景色を経験しましたテレビを通し、まあ、球場にはなかなか足を運ぶことはできませんでしたがテレビを通して一軍選手の戦いを時間が許す限り見てきましたその中で まあ一つ、少し違和感を感じているというところが強い勝つチームは大切だと思うんですが美しさ美意識と言ってみてると思うんですがそこが一番今欠けてるんじゃないかな。今回就任にあたり 共に歩む首脳陣、選手たちといかに美しくあるか、美しくあるかということをお互いの共通認識として持ち合わせながらチームを作っていきたいなというふうに思いままますす以上です、はい、ありりがとうございしした続きまして質疑応答に移ります。 質疑応答はまず代表質問の形式で進行させていただきます代表質問者は KBC 九州朝日放送沖アナウンサーよろよろしくお願いいたしますはい、えー、それでは、はい、私の方から、えー、国防新監督に質問させていただきます、えー、KBC 九州朝日放送の沖ですよろしくお願いします、えー、まず国防さん、えー、新しく監督に就任されましたが率直な今のお気持ちを改めて教えてください そうですねあの、どっちかというと、あのヘッドコーチで3年前、会見したときの方が緊張してるかなという感じで、まあ、今回、あのまあ、3年間、ホークスを、えー、中の人間としてやらせてきた中で、まああの、二軍監督からの昇格という形の監督なんで、まあ、チームの中を知ってるという点では、まあ、非常にこの有利に。 え最初はスタートを切れるんじゃないかなという思いでいます監督の就任要請というのは、いつ、どういったタイミングで、どんな言葉であったんでしょうかえまあ100人いれば100人勝ったと思ったあの試合、千葉ロッテの逆転負けをして、一軍のまあ CS イデが決まったという翌日に、三笠 GM 長井部長、本部長から要請をいただきました。 要請を受けたときには、どんな気持ちになりましたか、まあ、あの当然、まあ、二軍監督とは違う重責あの、また求められるところが違うんで、えーまあ、これで勝つためにはどうしたらいいかということをだけを考えて、えー、やる時期が来たなというふうに思いましたね。 国防さんはその場でもすぐに即答をされたんでしょうかいや、してません、少しお時間を置かれて、返事をされたんでしょうかそうですね、あの突然で、正式要請の後はあのは、その後のやっぱりコーチの人事含め、えー、考えるところがありましたんで、その後にあとにお返事させていたただきましたどんな言葉で返事をされたんでしょうか。どんな言葉 あのしっかりやらせてもらいますということです、えー、今、背番号90ですけども、えー、一軍の監督になってその背番号はどうされますか新しい番号決まってますかいや、90のままでそれ以外考えたことないんですけど、えー、藤本前監督とは何か会話、お話はされましたか。はいあの翌翌日日ですね市へ最大した翌日にお電話を させていただいて、まあ、正式にあの依頼があったということを藤本監督にお伝えして、でまあ、あの、過度期にはなるけど、頑張れという言葉をいたただきましたここまで、えー、2軍の監督として率いられていましたけれども、今シーズンの1軍の戦いというのは、国久さんにはどういうふうに映っていましたかまあ今シーズンも、昨シーズンもそうなんですが、 昨年はあと1つで優勝、で今年はあと1つで2位に入れるという、でまあ、最後の CS もああいう負け方という中での、まあ、その1つの勝ちの難しさとか、えー、その最後の詰めのところっていうものが、非常にこうクローズアップされた2年間だったんじゃないかなというふうに思ってます。今のチームの課題というのは、どういうふうに感じていらっしゃいますか まあ細かいことを言い始めるとですね会見が長くなるのでまあざっくりいきますけどもあのまあやっぱり会長のリズムって何かって考えたときにやっぱ主力選手がやっぱチームの先頭に立って引っ張れる球団であり続けてきたと思うんですねだからそこでまああの今の打の中心といえばやっぱり柳田、近藤やっぱり彼らがまあ今年も全試合出場して 十分引っ張ってくれたんですけどもやっぱり勝つためにはどうしたらいいんだというところの,やっぱその同じ思いで同じ方向に向かってやっていく中ではやっぱ主力の手本意識というのは欠かかせないかなといいとううふうに思ってます国防さんはどういった野球をしてどういうチームを作っていきたいのかとということをお伺いしたいんですがそのあたりどううでしょうか、まあ、戦術は まあ最後に落とし込むんですけど、まあ、もちろん投手陣特に先発投手の整備というのはもう一番の課題だと思ってますけども、まあ、それよりもやっぱりそう先ほど申し上げた、まあ、こう美しさといいますかそのファンに愛されるチーム球団選手であるべきだというふうに思う中で画面を通して今のホークスの野球がどう映ってるかということを やはり選手たちも感じながらやっぱり見られているという意識をしっかり持ちながら戦うべきだという,ふうに思っていますので細かな戦術の話はいろいろありますけども、大まかには、えー、やはり見た目含めやっぱりこのプレーの美しさも求めグラウンドでの振る舞いやっぱりインタビューでの受け答えそそういういもの全てそこに、 つながってくるというふうに思ってるんで僕自身もそこが完璧にできてるとは思ってないんですけどもともにそこを意識しながらやっていきたいなというふうに思いますまあ試合をする上での勝つためのこのポイントですね、えー、守り勝つそういう野球がしたいのかあるいはえ打ち勝つそういった破壊力も秘めたそういったチームを作りたいのかそのあたりどうでしょうか おそらく会長は内活躍をと思ってられると思うんですがまずはピッチャーのところの整備というのを一番の課題にして、まあ、取り組んでいきたいなという,ふうに思いますしあとはやっぱりその場その場に応じたその作戦ですけども2軍監督してやっぱり練習すればするほどゲームでの成功率が上がるということがっはっきりこの2年間で分かったので。 できないことは練習するしかないし、まあ、正直、サインが出ない選手はもう柳田と近藤のみですよね、その以外の選手は当然、そういう勝つためにはそういう自己犠牲というのは強いられるというところも一番大事かなというふうに思ってます。ということは要所ではまあ細かい作戦を用いたり1点を取りに行くという姿勢も時に見せたりというところも必要になってくるということでしょうか。 そうですね、まあ、シーズン長いですからね、その序盤、中盤、終盤というふうに、まあ、当然戦い方は変わってきますけども、まあ、基本的にはでも投手力をしっかり整備、あとは甲開、えーまあ、拓や含め、キャッチャーとピッチャーとのやっぱりそのコミュニケーション、やっぱそこもやっぱり大切にしていきたいなというふうに思います。 まあ今年は投手陣では、先発ピッチャーのやりくりにかなり苦労した1軍ではありましたが、そのあたりはえどうしていきたいという思いがありますかいや、もうそのおっしゃる通りで、まあ今年は2軍の監督として、やっぱりピッチャーを預かっている中でも、まあ、ほぼほぼ、1軍のピッチャーのバックアップの選手ばかりを預かったという形になって。えー 一軍に状態が悪い選手をすぐ送り込める状態を、まあ、ずっと作っておかなければいけなかったということなのでやっぱりそれはあの下からいても苦しいのはよく伝わってきましただからそこの整備が一番大事だと思ってます、えー、小久保さんはファームでずっと指導をされていたんですが、まあ、有望な若手たちがたくさんいたとは思うんですけども今のホークスの若隆若い選手の現状というのはどういうふうに捉えていらっしゃいますか まあ、あのこの後また宮崎に一った戻りますけど今の現状1軍で活躍している選手たちにやはりこう危機感が出たりとかやっぱそれを脅かすような存在選手っていうのがやっぱり下から上がってこないとやっぱりチームの活性化にはつながらないと思うんで、まあ、もう個人名は差し控えますけども、えー、1人でも多くの選手が上に上がってきてほしいという思いはありますね。 まあ一軍を指揮されるにあたりまして、国防さんと選手との距離感ですね、どういう距離感を持った、えー、指揮官になりたいでしょうか、まあ、一軍ヘッドの時が、少し距離が離れすぎたというか、まあ、取りすぎたというのが反省点で、まあ、二軍監督になってからは、まあ、その歩み寄りはしてないんですけども、結構いろんな話もしながらやったんですけど、でも一番大事なのは、やっぱりコーチを飛ばさないということが大事なんで。 やはり監督と選手が近くなりすぎるとコーチの存在が死んでしまうのでそれだけは絶対しません、だから監督はあくまでもコーチを通して選手に伝える選手と個人的に人間関係を築かないというのは大事なポイントだと思っているのでそれはしっかり自分の中で守りながらやりたいなと思います。 えー、小久保さんは、まあ、現役時代は右の強打者として、えー、数々の記録を打ち立てていらっしゃいますけども、まあ、チームは今やはり左バッターが主力に多いという現状があると思うんですがやはり右バッターのやはりチームを引っ張っていくようなそんな選手に出てきてもらいたいという思いは強いですかもちろん強いですね、まあ、ただいきなり主力というところにはいくのは難しいと思うんで。 まあでも今年、ね、そのまあ、井上みたいな選手が途中上がってです、ね、2軍とあまりこう変わらないアプローチができていたというのも一つ彼にとっては自信につながったでしょうしあの、まあ、右バッターにしてみればあれだけ左打線が並んでいる中に右というのは必要だという認識はあるでしょうからえ、まあ、そういう点では当然、打線の絡みとしては右バッターが入ってきてくれるのは理想だと思います。 まあ先ほど国防さんからもお隣にいらっしゃいます王さんの「大泉」というお言葉もありましたがまあ現役時代から夜遅くまでキャンプでは国久さんはバットを振って誰よりも練習もしてという姿を我々もずっと見てきていましたまあそれがホークスの上昇を支える伝統にもなっていたと思うんですがまあそういった大泉ホークスの伝統をですね継承するためにはどんなことが大事になるでしょうか。 やっぱりりり自自分分で考えて自分の足りない課題に取り組むだから僕の場合はその課題を克服するに時間がかかったっていうだけで、えー、今はあの後藤社長も言われたようにやっぱデータサイエンスというところも当然そのオーナーの会社なわけですからそこでその最先端の技術をしっかり取り入れながら、まあ、より効率よく。 選手に指導できるという、まあ、システム、スタイルをまあ築き上げている、まあ、今、途中なんですけども、まあ、それも加えながらなんか僕の時みたいにもう日が暮れるまでばっと振れという、まあ、そういう時代でもないかなというふうふに思うのでその辺は古き良きものと古臭いものをしっかり選別して選手に伝えていいいきたいと思います先ほど、王さんからも国母さんが。 まあ現役を引退されて侍ジャパンの指導もされてそしてヘッド二軍監督と非常に幅広くなったんじゃないかというお話があったわけなんですが国母保さん自身はさまざまな役職を経験されて自分にそのあたりがどういうふうにえ糧としてえ今なっているでしょうかまあ人生に起こることがすべて必然であり必要でありでベストなタイミングでそのことが起こっているというのが、まあ ももうずっとそのまあモットーなんですけど2、まあ、軍監督になった時は将来この経験が必ず人生にとって無駄じゃなかったという日が来るというまあ思いでスタートはしたんですけど今この場に立ってみてやっぱりそれはすごく強く感じることですし、まあ、自分で2軍でマネジメントをしたいと思って学んだことをやっぱそのまま落とし込んで実験できる。 実験たち失礼ですけどもあの落とし込んでそれが答えがどうなるかということもできる場でもあったのでそれは非常に有意義な2年間だったなと思います、えー、国保さんにとって、まあ、野球人生を語る上でえで、ー、王さんというのは、えー、切っても切れない、えー、そんな方だと思うんですが改めて、えー、王さんの存在というのはどんなものでしょう一番そのやっぱ魅力を感じながら。 やららてもらったっっていうのはやっぱりこう誠実さやっぱりどんな時もまっすぐ向き合ってくれましただから自分が868本打ったからという接し方ではなく常にその時の僕自身の課題その別の選手の時の課題に向き合っていただいただからその姿は当然自分が1軍監督になった時も選手とそういう風に接するべきだと思うしあとはやっぱり信念の強さやっぱり 周りからいろんなことを言われて非常に苦しい時期もありましたでも全くまあ当時の王監督はまあぶれなかった自分自身の信念を貫かれたっていうところにも惹かれましたあとはやはり気配りや礼儀正しさもうこれはもう王監督といえばといえるところのやっぱりその部分だと思うんでやっぱその辺はしっかり継承していきたいなというふうに思います えこのあと今日は全体練習に参加されてまあ挨拶をされてえそして、すぐにドラフトもあってでさらに11月はもう秋季キャンプも迫るというえ状況なんですがえ秋のキャンプではえどんなテーマを持って指揮をして指導していきたいですかまあこの秋はホークス球団として初の試みの筑後と宮崎に分かれての縦割りキャンプが始まるので逆にこの新しいことに、まあ チャレンジするワクワクみたいなものもありますしまあ野手が一堂に宮崎に集まるメリットとしてはやっぱり普段4軍の選手が1軍で活躍している選手とともに練習したりすることはないんでまあ同じケージに入り同じまあ練習をしているときにやっぱりこう感じるものもあると思うんですねだからそのまメリットはしっかり生かそうというまあメンバー構成も依頼はしてますしまあだできる メリットは最大限生かそうかなという思いで、筑、ま、後、あの方にも投資工事に任せっきりじゃなくて、えー、一度は顔を出そうかなというふうに思っていますいよいよ国防体制が始まるんですが、就任1年目の目標、教えてください目標はもう、パ・リーグ優勝日本一です、まあ、それ以外ないんで、まあ、とにかくそこを目指します。 えでは代表からは最後になりますがファンの皆さんも V 奪還期待されていると思います改めて国防新監督からファンの皆さんにメッセージをお願いしますそうです、ね、あの、まあ、ずっと勝ち続けてきた地球団でまあ、勝つのが当たり前だというところもあったと思うんですが現実は、まあ、今この3年優勝から遠ざかってやっぱりこの時期に このペイペイドームで野球がないこの寂しさっていうのも今感じられてると思うんですね、えー、なんとかこの時期までプレーができる、えー、フ,ァファンの皆さんが球場に足を運んでもらえるのを作るためにも勝つしかないと思いますので精一杯頑張りますありがとうございました代表からは以上ですはいありがとうございました、えー、引き続きまして個別質問を受け付けます ご希望の方は挙手を持ってお知らせください。個別でご質問はよろしいでしょうか。ご質問ありませんか。はいえー、すみません、王会長にお伺いしたいんです。はい、すみません。あの、まあ、これまでの監督も、まあ、王監督。 と選手という間柄の,かあの関係の方があのホークスの監督を務められてきましたけども今回は、まあ、いわゆるそのプロになりたての頃から知っている国久監督、まあ、一からこう育て上げた方が監督にまで就任されたということに対して王、まあ、会長も、まあ、いろんな思い、まあ、お喜びの気持ちもあるかと思いますけどそのあたりのお気持ちを聞かかせていただけますか振り返ってみれば えー、そ,そういう道をね、やっぱりもう、とにかく私の1年目から先頭に立って、4番バッターとしてね、頑張ってくれましたしね、だから、ホ、まあ、ークスの野球っていうこともよく一番理解してるし、プロ野球選手っていうのはどうあるべきかっていうことも理解してくれてると思うんですね。 まあそういう国校監督がこのチームを指揮を取るということで、やっぱりあの若い選手にとってものすごいプラスの指導をしてくれるんじゃないかと。やっぱり選手って常に迷ってるんですよね。その迷いを少しでもこう払拭できるようなね適切なアドバイスというか、そういったものは。 えー、国防監督は十分でできると思うんですね、まあ、先ほどコーチを通してということも言って、まあ、それは筋としてね理解できますがやはり選手たちもそんんなな時間がないんですよねだから特に若い人たちっていうのは自分でこう取材選択できるっていうことがなかなか難しいんでねとにかく。 若くてまだこの世界で経験のない人とある程度ある人と、まあ、もう,もうあの30過ぎてとていうような人たちの接し方というのは当然違うんでそれはもう高校監督もよく分かってると思うんですがやっぱり大事なのは若い人たちをどういうふうにやる気にしてくれるかということだと思うんで、まあ、この2年間ファームであの若い選手と接触して,接接ってましたから、まあ、そういうところはねあの ずいぶん学んでもらえたと思うんで、まあそういったところも期待しています。ありがとうございます。そのほかご質問はありませんでしょうか。あの先ほど美しいチーム作りとありましたが、具体的にどんなことをされるんでしょうか。 それを言ってしまうと強制になるので <laughs> そこはまあ画面を通し球場に足を運びまあそういうのを見ている方々がやっぱりいいプレーをするという優しさとか、その務めの前に嫌なことをしないという優しさもあると思うのでそれはまあ具体的に僕が言ってしまうとそれがルールになってしまうのでそこはモラルとして浸透できるようにコーチ陣と頑張っていきますということです。 ありがとうございます。答えられる範囲で構わないんですけれども、今シーズン期待している選手などはいらっしゃいますか？来シーズンね。あ、すみません。はい、来シーズン期待している選手はいらっしゃいますか？期待している選手いや主力選手です。やっぱり主力が頑張らないといけないっていうのがもう当然なんで、あのたくさん試合今年出た選手たちはしっかり体のケアに努め。 来年の2月のキャンプインにはいい状態で入ってこれるようにしてもらいたいなという思いですあの今シーズン主力選手の怪我も結構相次ぎましたがそのあたりはやっぱりしっかりカバーしていかないといけないなと感じられますかそうですね、われわれの時代というか、まあ、先ほど控室でも大会,大会長と話してたんですけど王、まあ、監督の野球の中には ま,あ出るのがまずレギュラーは出るのが当たり前から始まってるんで休むっていう選択肢がなかったんですけどまあこれはもう時代の流れとともに出続けてパフォーマンスが下がるぐらいになったり怪我が大きくなってしまったり離脱が長くなるんであれば今はやめとこうっていうのも一つの今の風潮だと思うんでそこをこの選手ならこのぐらいの痛みに耐えられるとかっていうこともやっぱり3年すると分かるんで。 それは選手によって変わってくるなだから基本的にはやっぱ主力選手は最初に出て当たり前っていうところからスタートするべきだと思いますわかりましたどうもありがとうございますその他ご質問はよろしいでしょうかよろしいですかはい。では質疑応答の時間は終了いたします